おはよう、ガンマ。と言っても、もうお昼よね。まさか本当に一日丸々観察してたなんて。観察は、すべての基本。観察することから、すべてが始まる。この竜について知るには、観察する必要がある。捕まえて持って帰りたい。気持ちはわかるけど、私たちだけじゃちょっと難しいわね。七影全員でかかればいけそうだけど、この竜を運ぶための事前準備や実際の搬送作業の方が倒すよりも大変な作業になりそう。細胞を採取して培養とか、そういう高レベルの危険を伴う実験はそもそもアルファ様の許可が必要でしょ。ただでさえあなたのモンスター実験でアレクサンドリアは時々大変なことになるんですから。ち、ちとか言わない。それにしても動かないわね、この竜。うん、動かない。一晩中動かなかった。いつ寝てるのかわからないけど、目を開けた状態でいつも寝てる可能性もある。食事は何かを反芻してた。お腹の中に何日分も溜め込んでおけるらしい。それなら狩りのために動く日もあるのかしら。それはもっと長い期間観察しないとわからない。ガンマの方はどうだった？石油の掘削作業に適した広さのある平地を近くの森の中に見つけられたわ。だけどその広場の地中深くから石油を掘り当てることができるかどうかは、イータに教えられた通り油が染み出していたりとかガスが発生しているかとか確かめてはみたけど。わからなかった。マスターの影の英知によれば、条件に適した場所を掘っても石油が出てくる確率100分の1くらいらしい。たとえデルタを連れてきて匂いを嗅がせても、試行回数増やせるだけで発見の決め手にはならない。掘削にかかる費用と手間、それに時間を考えるとまるで雲をつかむような途方もない話だけど、大きな夢がある。研究中の蒸留技術を利用して生成するガソリン、灯油の流通によるエネルギー革命、そのゲームチェンジに伴う交通網のさらなる発達に、道路整備などの関連開発事業の拡大、主様を石油王にできればガーデンの財政も三つ星の経営も別次元のステージに突入するわ。それはもう分かってるから、とりあえずその森の広場に案内して。少しは反応しなさいよ。とりあえず夕方まで待ちましょう。人目がないに越したことはありませんから。広場はこの先よ。もうすぐ道が開けて。お、誰かいる。隠れて。え、隠れるの？いいから、この草むらから様子を伺うわよ。うん。ざっと見ても20人以上。こんな辺境にあんな大勢で、何もないわけがないでしょ？それは、言われてみればその通り。ガンマ、よく気がついて偉い。静かに。イータが気にしなさすぎなのよ。あの特徴的な鎧はまさか。こ
今度こそ逃すな。包囲網を敷け。知ってるの、ガンマ。ええ、あの左腕部分が特徴的な鎧。あの男はおそらくベガルタ七部剣の一人、セルゲイ・ゴーマン。ベガルタ七部剣。七部剣の名をかけての決闘に勝利して、その座を相手の命と共に勝ち取った強者。その体験の腕は七部剣筆頭をもしのいでいるかもしれない。そんな風に噂されている体験の使い手よ。ガンマ、詳しい。帝国に行くのだからこのくらいは事前に調べていて当然でしょ。あ、もう一人の方の右足。あれは、うん、悪魔つきの症状。もしかして狩られそうになってる。だとしたら早く助けないと。待って、ガンマ。どうして？こんな辺境に大勢でいる理由がある。ガンマ、自分でそう言った。それはそうだけど。だから聞き耳を立てて探る。話を聞く？この距離でどうやって。ガンマ、なるほど、地中にスライムを這わせて音を探るのね。で、これで音が聞こえるの？そして先端をこう。このような辺境まで落ち延びようとは、刑にあってはご苦労なことだな。しっかり聞こえる。マスターの影の英知、電話の知識の応用。本物の電話も早く作りたい。悪魔つきは教団へと引き渡すもの。そして K の家はその貴族としての義務を怠った。だからとて、ヘルツォーク家はディアボロス教団に連なる貴族として帝国の情勢の安定を担う義務を与えられていたのだぞ。悪魔つきとなった私を排除するよりも先に、どうして、どうして我が一族を粛清するなど。たとえ私がいなくなっても、ディアボロス教団にとってヘルツォーク家の所持している領地と財産はもちろん、貴族としての権力の利用価値に変わりはないはず。それをなぜ、何代にもわたってこの帝国で積み重ねてきた基盤の全てを、おのずから無に帰すような真似を教団が。いまだに自身の立場を分かっていないのだな、ケイは。情勢の安定などという安寧に浸っていただけのことはある。ケイが悪魔つきなどになり下がった以上は、その一族老頭を根絶やしにするのは当然のこととして、悪魔つきになったチルドレンの政治基盤など、俺がこの帝国で覇を唱えるにあたって何の役に立とうか。それではヘルツォーク家の粛清は円卓会議の決定ではないということなのか。キエは一体誰の差し金でこんな。はっ、この後に及んでもご立派な忠誠心の現れか。所詮はチルドレンに過ぎん、いかにも御用聞き女のキエらしいたわごという。なんだと、キエも私と同じチルドレンであろうに。許せ、決して許してなるものか。許しを欲しているなどと誰が言った。その女は腐り果てても七部剣のやり使いだ。間合いを図り、動きを鈍らせつつ、視界に乏しい右目の方から仕掛けろ。死にたいものから前に出てくるがいい。ちょっとちょっと、これって教団幹部の仲間割れ？しかもあのエルフの方もベガルタ七部剣、ヘルツォーク家と言っていたし、槍の使い手だから、多分七部剣のカレン・フォン・ヘルツォーク。つまり
セルゲイもカレンもベガルタ七部剣でありながら、どちらもディアボロス教団の幹部ということなの？連卓会議、チルドレン、どういう意味なんだろう。ちょっと興味出てきた。チルドレンファースト永瀬のカレン、その名も地に落ちたものよ。 K のご自慢の槍さばき、まるで刀師だな。兵たちを退ける程度にはまだ健在ではあるようだが、己、これ以上の無様な抵抗は無意味だぞ。兵ほどの使い手ならばもうとっくに分かっているのだろう。K の槍の腕ではこの俺を、刀剣乱舞セルゲイを貫けんとな。前に入られその右目をえぐられたこと、まだ記憶に新しかろうが。右足を病み、右目を失ってもなおくじけぬ K のその闘志に対しては素直な称賛の意を表そう。だが無駄なあがきは文字通りの無駄なあがきだ。己の運命と無力を食いて死ね。あのカレンさんを助けるわよ、イータ。助けるの？ええ、助けますとも。彼女は悪魔付きですから。シャドウガーデンは、主様はたとえどのような相手であっても悪魔付きを見捨てることはいたしません。何ですか？私何もおかしいことは言っていませんよ。わかった、捕獲手伝う。それじゃあ早速って捕獲？仮に治癒した後に教団の手先として歯向かうようなら、実験台にする許可出るかも。竜は難しくても、敵の悪魔付きは連れて帰れる。ちょっとイータ、そういう下心丸出しで助けようとするなんて。助けるとは言ってない、捕獲すると言ってる。結果的にやることは同じ。同じなのはあなたの欲望が全開なところでしょ。それにガンマだってただ助けたいってだけじゃないよね。あの悪魔付きはディアボロス教団のいろいろなことに詳しそうだから、助けて情報を得たい。そうだよね。違わないけど違います。つまり違うけど違わない。ガンマ計算だかい。そういう言い方意地が悪いですよ。まるで私がガーデンの利益に対する打算だけで動いているみたいじゃないですか。そうじゃない。あのねあの悪魔付きを実験台にするときは予算増やしてね。とにかく助太刀です。乱入しますよ、イータ。はーい。悪魔付きというのは不思議なものだな。発症した部位を切り飛ばすように切断しても、肉所が瞬時に盛り上がってまた症状が現れる。まさに呪いよ。呪い呼ばわり、貴様何も知らないのか。何も知らないだと？まさか知っているとも。雫のことも、それがどのように作られるのかもな。何？だが知っ
ているということと、円卓のおこぼれに預かるかどうかは別の話だ。貴様はやはり教団に対して。そこまでよ。誰だ。影に潜む影を狩る者、シャドウガーデン。シャドウガーデン。今すぐその悪魔付きの人を解放しなさい。決まったわね。いつか夢見たシチュエーション。何者だ。辺境の民か。な、迷い込んできたのか。まだ子供のようだが。ちょっと、どうして子供扱い。見た目は子供だし。とにかくすぐにこの場を。そういうわけにはいかんな。見られたからには死んでもらう。よせ、子供だぞ。それに何の関係もない。関係ない。果たしてそうかな。このむき出しに近い魔力量の気配、ただの辺境の子供とは思えんがな。それは確かにそうだが。しかしシャドウガーデン、シャドウガーデン、そうか。そういうことか。まさか実在していたとはな。老いぼれの世まいごとと思っていたが。セルゲイ。そうだ、シャドウガーデン。最近ミドガル王国を中心に暗躍しているという、教団の末端と小競り合いを演じている謎の組織だな。謎の組織。知っているのであれば話は早いわね。さあ、カレンさんを解放しなさい。誰なんだ。どうして私を助ける。応急処置。処置だと。痛みが和らいだ。ここで完全に治すことはできない。でも進行一時的に止めた。完全に治す。この症状は悪魔付きを治せるというのか。どこでも治せる。だから今は動かないようにする。体が、これはスライム。まるで縄のように。後で実験台になるかもしれない。だから動かないように拘束する。実験台。動かれると敵味方の識別難しくなるから。お前一体何を。地面から何が起こって。王位の兵が一瞬で串刺し攻撃。まあまあ、本当は地面ごと崩落させたかったけど。通達にあったスライムによる見慣れない戦い方、確かに教団のチルドレンとは一味違うようだな。そしてカレン・フォン・ヘルツォーク、分かってしまったな。 K がシャドウガーデンと通じているということが。何、この俺が教団への背信者だと。 K は教団の敵と通じていながらどの口が言ったものかよ。かけらほどの大義もないのはむしろ K の方だったわけだ。一族郎党、粛清されるにふさわしいとはまさにこのこと。バカな。この者たちは勝手に乱入してきたに過ぎない。ベガルタの兵を躊躇なく皆殺すような奴らを、
ただの勝手な乱入者呼ばわりだと、たわごとも大概に。ちょっと私を差し置いて勝手に話を進めるのはやめなさい。そんな、今のを避けるなんて。この無軌道な剣風、何の真似だ。いや、どう見てもあさっての方向に切りかかっていたもん。ジタバタ動かない。締め付けが。そうか、魔力量にパワーとスピードは申し分ないが、致命的に剣の技量がないタイプということか。さすがはベガルタ七武剣ね。我が刃の特徴一目で見破ってみせるなんて。そして技量以上に絶対的に足りないものがある。敵の実力を推し量るための豊富な戦闘経験がな。前例のない敵、侮ることなくかからせてもらう。シュ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 。何をしているんだ。それではせっかくのパワーもスピードも全てが台無しだ。はっ、この小娘の立ち筋、ケイに負けじとまるで何かに呪われているかのようだな。体のどこかに当たって。あ、当たった。やったか。はっ、何かしたつもりか。そんな、無傷ですって。シュシュシュ切りが完全に入ったのに。ダメか、やはりこの男普通ではないのだ。うん、全く聞いてない。これは興味深い。己を知らぬまま刃を向ける相手を間違えてはならない。戦いの鉄則、その命と引き換えに学べ。避けて。その魔力防御は、魔力そのものは全く適切に扱えていないのに、この堅牢さは一体。悪い冗談もあったものだな。信じられない。セルゲイの体験儀を真正面から直撃して、小さな単行部が一つできただけで済んでいるなんて。今度はこちらから行きますよ。シュ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 。ああ、どうして当てようとしない。当てようとしてないわけじゃない。本気でやって当たらないだけ。そんな、ある種の恵まれたものだろうが、相手の仕方はある。このようにな。いや、なんという絶技。これがベガルタ七武剣の技なのですね。ですが、所詮はかすり傷です。これしきのことで負けたりなどしません。まずい。ああ、まずい。わかるんだ。わかるとも。セルゲイの剣技は見た目通りの粗野な技ではない。その本質はむしろ正確さと分析に基づいている。あの子の堅牢な魔力防御を的確に崩すために点による攻撃を仕込み、そうして表面に生じた防御のほつれを線でつなぐように鮮やかな剣で断ち切る。これが奴の剣技の妙なのだ。そう、剛剣を効率よく使ってる。力いっぱい叩くだけのガンマの剣とは大違い。このまま
戦ってたらガンマは負ける。なんでさっきよりも一撃が強い。あれを繰り返されたらそのうち防御を破られて真っ二つにされる。つまりガンマの攻撃が効かない以上、このままだと確実に負けて死ぬ。予算が出なくなるのは困る。予算？任せ！避けた。まだまだ。当たるか？あ、読まれてスライムが切られた。魔力察知もかなりうまい。ちょっと一騎打ちの邪魔しないで。通用しないならやることは一つ。わあ、戻ってこーい。わあ、スライムで人も運べるというのか。どうした、おじけづいたか。それとも間合いを取って仕切り直しか。逃げるよ。逃げるですって？ガンマじゃ絶対に倒せないから。そんな、私はまだ戦えるのに。それにスライムの攻撃も隠してない状態だとは魔力の操作読まれる。確保した実験台候補失いたくない。よって逃げるのが一番賢い。だから実験台って何なっ。静かに。だが奴から逃げるなど、スピードも規格外のものを持っているのに。ちょっと人の話を聞いて。それでもスライムの滑りにはかなわない。うわっ、うん、逃さん。このままスライムに乗った状態で川へ飛ぶ。飛ぶですって？飛ぶ？乗れ！まずい！あなた、私たちをかばって。足を立たれても肉の塊がすぐに生えてくるのだから。こういう役立て方もできよう。ちょっと大丈夫？気を失っただけ。まだ死なないし腐らない。このままスライムをボートにする。ガンマ、スライムをオールにして漕いで。こっちはスライムの制御を続ける。だから肉体労働は任せる。まずは頑張って多頭海まで全力で漕いで。飛ぶ。飛んだ。手応えはあったが仕留め損ねたか。まあいい、もはやヘルツォーク家に最高の目はなかろう。だがあの小娘たちは本当に老いぼれの言うシャドウガーデンだというのか。信じられん。だがあの防御力、制御していたのも本当にスライムのようだった。教団のどれかの派閥による
この俺に対しての謎の組織を語っての横槍と言われればまだ納得もできようが、どちらにせよ俺の進む道は決まっている。俺の力はいずれラウンズどもを上回る。この世界を取れる力となる。もう腕が動かない。到着。悔しい。何もできないで逃げることしか。だけどこの人を助けることはできた。すぐにイオタと連絡を取って迎えに来てもらうとしましょう。と、今回の調査の結果はこのような次第だったのです。はあ、そうか、それは大変だったね。イータに話した石油の話を広げてちょっとしたクエストストーリー風に仕上げてみたわけか。なかなかの構成力といったところだね。特に教団の内部対立に遭遇、うっかり首を突っ込んでというところが辺境だというのに唐突感はあるものの、定番という感じの分かりやすい設定で悪くない。しかしガンマ、主様、だけどガンマが苦戦という展開についてはすごくもやるというか引っかかるというか、ピンチも何もそもそもとしてその状況、まともに戦闘として成立している状態って言えるの？くぅ、ダメだ、全くもってイメージできん。決して解けない哲学的問いを相手にしているかのようだ。よってこういう時は気分を変えて話をそらす。そう、ガンマの戦い方について理解は決して及ばないのだ。僕は彼女に剣を教えることができず挫折したのだから。いや、何でもない。石油の調査、ご苦労だったな。古代の影の英知を地中より見つけ出すのは決して簡単なことではない。時間はもちろん、幸運も必要だ。幸運ですか。しかして、今宵はその幸運に感謝するとしよう。今こうして、ガンマは生きているのだからな。主様、主様はそこまで私のことを、このガンマもっと精進いたします。うむ、うー、ピンチだったという設定にうまくつなげられたな。そう、油田の発見もガンマが剣技を習得することも最終的には幸運あってのものと言える。幸運によってしか実現を見込めない家宝は寝て待つしかない。つまりどうにもならないのだから。